はようございます。本日はですね、釣りしに向かってます。釣りしに茨城県へ向かっております。私はね、あの完全に素人なので、友人の運転で鹿島灘に向かう予定でございますね。で、私はですね、釣り具持ってないので、あのダイソーのタックルっていうんですか、もう買ってから1年ぐらい経つかもしれないですね。あれで初のね、初のヒットを狙いたいですね、というゆるい動画でございます。楽しみ。いや、ほんと楽しみ。ダイソーの釣り竿、これちょっと火吹いちゃうんじゃない？楽しみです。そろそろ着きますね。なんか聞いてくださいよ。あのダイソーのタックル使って楽しもうと思ってたんですけど、無理らしいんですよね。サーフやるらしくて、ウェーダーっていうのを着る来て砂浜から投げるっていう話をしてて、聞かされてたけど、ウェーダーって何か知らなくて、うんうんってうなずいてたから、激おこですよこれ。あ、なんかすごい道行ってるんだけど、こういうの怖いな俺、初心者怖いな。パンクするんじゃないかこれ。パンクしたらどうなる。すげえとこですよこれ。行くのも大変だったけど、すごいところ、よくここ発見したな。もう釣り人いますね。車あんなところまで入れてる方もいらっしゃいますね。この後は砂浜なんで、このカメラ使えないですね。 GoPro 持ってないんで、撮れたらスマホで撮る感じですね。では準備します。綺麗な朝日がもうすごいスピードで上がってってます。どん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 。今釣り竿を借りて、作ってもらってます。何から何までお願いしてます。まあね、ダイソーのタックルでやる予定だったんでね、作ってくれて当たり前ですけどね。これがウェーダーって言うんですかね。これを履くみたいですね。初めてですよこんなの。っていうかもう初心者がこんなの怖くてしょうがない。もうちょっと気をつけます。でこちらが私の持ってきたダイソーセットですね。これはもう使えずという感じになりますね。じゃあね、気分を入れ替えていきますか。ダイソーはね、使えなかったですけど乗ってきましたよ。あ、怖い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 。ルアーをつけてもらいました。ヒラメがよく釣れるルアーらしいですよ。あ、もう歩きづらいよ、怖いよ。いや、投げ方をね、教わって、あー、すごいすっごい、うわー、足見て、足すっごい、めっちゃ俺足引っ張ってますよ。ただね、こういうビギナーがありますから、なんか熱弁してくれてる。はい、結構膝より高くなるとマジで流されたりする。あ、分かった。もう行かない行かない、全然行かない。じゃあ投げてみますかね。投げるシーンはね、撮れないですけど、やってみます。朝日が綺麗すぎて、もうねずっと眺めちゃってるんですよ私は。相当飛ばしてるんですけど皆さん、俺ね飛ばせる自信がないんですよね。ほんと全然飛ばない。楽しい。このね、波が来てもこう安心っていうのいいですね。あ、これだけでも楽しいですよ。あんまね深いとこ行かないように気をつけないとね。お
見て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 、シジミ取れた、シジミ。前もね、釣り行った時シジミ取れたんですよね。いやー、またね、シジミの味噌汁分ね、取りたいですね。友人が私の名前をね、叫びなしで、魚いたらしいですよ。忘れちゃったみたいですけど、見たかったですね。これ私ね、釣れる気しないですよ、これ。本当に。結構大変ですね、これ。はい。2個目の貝、シジミなんですかね、これね、ゲットしました。やっと2個目、2匹目、せめて5匹は釣りたいですね。よし、続いてワカメも取れましたね。これシジミの中に、シジミ味噌汁の中にワカメも入れられますね。これワカメかな、ゴミ。これもう3時間ぐらい経ちましたからね、ここに来てね。こう少しでもね、素人に見られないようにね、場所移動したりちょっとね、ぽくやってますけど、周りの方も釣れてるのかな。これ釣れてない感じなんですよね。もう少しね、勝負に出てみますか。いやー、ここまで来たら釣りたいですね。あれですね、少しでもルアーを奥へ奥へ飛ばしたくて、こう遠浅の部分をね、結構慣れてきたら進んじゃいますね。これが危ないんだろうな、初心者は。前に出るとね、こう釣りしてる感ありますね。サーフしてる感ありますね。この辺でやめとこうかなと思ってね。結構できたな。フグ、フグ、フグですよ。かわいいフグ釣れたみたいですね。フグ、いやーいいな、このかわいいしか出てこない。現在朝8時です。周りの釣り人も少なくなってきて、釣れてる様子もなくですね、少し休憩して情報収集をして場所を移動するか、またこの場所で継続するかという感じですね。だいぶね、暑くなってきました。さっきまですごい寒かったのに喉乾いた。はい、全部着ているものも脱ぎました。すげえ重かった。上とね、下着てたんで、きつかったな結構。で、結局釣れませんでしたけど、この景色の中でね、こう釣りをしてるだけっていうだけでもすごい楽しかったですね。おそらくこれは場所移動するのかな。場所移動です。まるで沖縄を彷彿とさせる道でございます。すごいぞこれ、危ないな、ちょっと見よう。ただいま中港港に、移動しております。そこでまた釣りができたらする予定です。天気良くてね、もうこのままドライブしてても楽しいですよ。私は中港着きました。いや、ここすごいっすね。もう車目の前に止めて釣れちゃうんですね。あ、でね、今釣り餌がない、餌がないみたいで、サビキのそれを探しに、釣り具屋さん行ってきます。見つけた釣り具屋さんです。小さな釣り具屋さん、ドキドキする。すごい親切にいろいろ教えていただきました。では釣り場をまた探しつつ、さっきの場所に戻るかします。
ちゃんに引き釣ろう。はい、着きました。では場所探ししまーす。はい、その角っこですね。角っこが開いてたんで、なぜ人がいないかがね、気になりますけど、ここでやってみます。小魚見えるかな。見えないよね。小魚いますね。わー、いよいよ始まりますよ。魚がいる、小魚いる。準備します。結構伸びんじゃん。ここの隙間に、はい、キャプテンスタックのテーブルぴったりですね。ここでいよいよですね、ダイソーの釣り竿、その他ですね、その他ダイソーグッズが役に立ちますね。クソだなこれ。おっと、では投入しまーす。いよいよ開始でーす。サビキ釣り初めてです。サビキ釣りって釣れたらいいな。開始して20分ぐらいですけどね、何回かね、もう魚引っかかってるんですよね。ただ逃げられてるっていう感じですね。もうね、釣れそうな気がする。ほんとすげー、今来てますよ。来てます、来てすごい来てる。見えるかな、反射して見えないぞこれ。すげー来てる。これ行くんじゃね。行きそうですね。来た、わかんない全然。来てるかも。うわ、来てる来てる。あげてあげて。食べちゃったかな。あー、めっちゃ食って、すげー食ってるじゃん。やっぱね、そこ、おお。おお。食ってる。何匹？反射して見えねえ。一匹一匹、ちっちゃいの。かわいいのが釣れました。もうすごいいるんですよ。すごいいてね、目の前にいるんですけどね、なかなかね、私がやるとね、食いついてくれないんですよね。だいぶいるんだけどな。はい、またね、友人が釣り上げましたね。たまたま。これも小さいですね。5センチ未満ぐらい。やっとね、やっと私も釣れましたよ。やっと。かわいい。人生初挑戦。そうですね。ちっちゃい子だっけ。5センチぐらいですね。この子はサバか。サバだ。返します。はい、だいたい1時間から1時間半ぐらいですかね、釣り楽しみました。で、小さい魚がね、3匹という結果でしたので、満足です。というわけで、少し観光して帰ります。はい、ただいま帰っております。楽しかった。初めての本格的なサーフとサビキ釣りをしましたけどね、また半年に1回ぐらいね、やってもいいかなと思えたような、思えていないような感じですね。もっとね、大きな魚とかが釣れていたら変わっていたのかもしれないですけどね。ではこの後は帰って、1日でね、こうやって楽しめるのいいですね、釣りはね。帰ってご飯食べてっていう感じですね。というわけで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価押していただけたら嬉しいです。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。